14日、金曜日なんですけれどもね、まあ明日、今日、昨日、今日と、まあ、晴れ間が続いて、明日からまた本格的に雨が降るみたいなこと言ってるんで、もう梅雨入り、ちょっと今年は早い梅雨入りみたいなね、感じのことを言っていますけれども、まあこんな感じでね、前にハンギングにしてみたらね、どうかなということでハンギングをやったんですが、結局ね、まあここで食べるシーンをねよく撮っているんですが、こんな感じで、ここだとねアリさんもやっぱり来てないみたいなんで、ブラーンとぶら下げてるんで、そんなに気にしなくても、最近はね赤くなってからいただくようにしています。だから慌ててないです。ここはねこんな感じで、いい感じですね。はい。で、玉ねぎはね、もうちょっと置いておこうかな。明日から雨が降るから、本当は引き上げたいんですが、まあ、こんな感じで。無剪定っていう、無剪定っていうか、その、いちごのね、メンテナンスをやってないんですよ。違うことをしながらね。はい。だから、まあ、そのまんま、出来高報酬という感じで。自然の。そんな感じでね、はい、収穫を楽しんでいっています。こんな感じでね、プランプランと、はい、楽しんでいます。こんな風になるとは思わへんかった。今年これやって、正解です。はい、受粉もね、勝手にもう蜂さんとかにお任せしてます。はい、今日だけ晴れみたいな。はい、今日はね、30度ぐらいにまで、温度が、気温がね上がってきて、ね、ラジオでもね熱中症に気をつけてくださいって言ってるんですけれどもね、もう本当に明日からまた梅雨入り違うかなみたいな感じで、雨の前です。はい、路地一号ですね。ね、前に雨が降った時も結構ね、収穫したんですけれども、今もこんな感じで、はい、収穫しておこうかな。明日から雨やったらね、またダンゴムシさんとか、アリさんとか、天気のいい日はね、アリさんがホジホジしてるんですけど、ダンゴムシさんとかアリさんとかね、雨が降ったら今度ナメクジさん登場ということでね、ペッターとひっついてるんですよ。んー、だからね、もうどん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 イチゴのほら収穫になってくるんですけれども、やっぱりね、日の光ってすごいね、太陽に当たるとこんなによいしょ、こんな感じでね赤くなります。何も肥料をやったりとかね、してないんですけれども、まあこんな感じで、はい、あ、よいしょ、ここもやっぱりね、もみ殻いいみたい。板をね、板を置いてしたんですが、もみ殻も結構ナメクジとか体にまとわりつくと嫌なんかな、あんまり来ないみたいな感じで、こういう感じでね、毎日少しずつ収穫をして、まあ大きいのがこんなとこに潜ってる。ほら、こんな感じです。これね、これも甘くて、いい感じなんですよ。こういう感じでもね。だからもう今日のうちに収穫しておこうかなと思ったり、なんかしています。はい。ほらほら、こんな感じです。はい。だからね、豊中いちごとか、スーパーに行ったら、結構綺麗な色で売ってるんですけど、そうじゃなくてもね、結構ね、甘いです。白くてもね、甘いです。埋まってるみたいな。この埋まってるのは、こんな感じでもう食べられちゃってますね。埋まってるのはダメなんですけど。これも、日の光に当たると、赤くなるんですが、もうこれでも甘さはね、十分、堪能できます。はい。こんな感じでですね。明日から毎日雨が降るみたいなんですが、ある程度収穫していこうかなと思っています。いい感じですね。はい、薄いエンドウもね、グリーンピースね、これもまあ収穫して、もうそろそろ終わりになると思うんですけれども、この薄いエンドウが終わると、何だったっけ、里芋に植え替えて、この間に里芋を植えるとね、今度里芋の葉っぱが大きくなると、いちごが、影の下になりますんでね、だいたい真夏8月に一番暑いところを除いて、実ってくれますね。9月ぐらいまでね、お昼にちょこちょこっと食べられるようになっていきます。まあね、適当に草を引きながらなんです。もうカラスのエンドウもね、もう大きくなったら引きながらということで、これがね、おたふく、見えんな、10月19日に、種まきをして、定食が12月1日ってなってます。だからまあ知らない間にね、ああやって先端の部分を
アブラムシ駆除しながら、まあ、下からね、順番にちょっと動画回してみましたが、まあ、こんな感じで、ツヤが出て、ちょっと黒くなってきた時が鳥ごろみたいなね、ビーンとこう上向いて立ってる時はね、まだなんです。でタランとこう向こう側にあるみたいにこう上向いてる時はまだダメなんやけど、焼き芋もあれですよ、ググって調べてからの収穫やから、去年までずっと種取りばっかりやっとってね、もうこんな取れるん、ほんまに今年からだから、まあ知っとってる人は知っとってやるけど、上向いた元気な子じゃなくって、こう下向いてもいいよって、もう食べていいよってね、いうやつ、あテントウムシ君がいいわ。だからまあ向こうみたいになってるのはまだっていうことね。なんかこうビヨンとこう上向いてるのはダメ、テントウムシ君いるやつね。なんかこうだんだんこう頭をたるる、後尾をたるる稲穂かなみたいな系統ね。なんでもそうやね、頭たれて、やっぱ年取らなあかんね、人間は。いや人間はじゃなくて、こうなんでも、こうまあ実ってくると頭が下がってくるってね、よく言ったもんやね、いう感じで、収穫中です。はい、いい感じ、色上がりました、まあ、いい感じはね、もうお初ですね、おたふくそらまるで、これはもうね、残り最後のラディッシュですね、これでねちょっと休憩してみたいと思います。はい、皆さんこんにちは、キンポン広場のキンポンです。今日はね、ここからのスタートになるんですけれどもね、はい、はい、いつものようにシュワシュワの日なんですけどね、割って飲んでますですので、ご存知方はご存知ということで、ということで、いただきます。はい、冒頭でお初でね、収穫しました、そら豆、じゃーん、そら豆ね、こうビューンとなってる時は、産毛がある時はまだ取れなくて、だんだんこうお年寄りになっていったらね、ツヤが出てきて、それを取ったやつがこれです。で買ったやつじゃなくて、もうトレトレを湯がいたんですけど、こんな感じです。ほらおー美味しそう、いい感じですね、こう切ってあるんや、これ、ほらこんな感じ、美味しそう。このグリーンがなんと、あこれはええや、なんて言うかね、ビールやから普通芋芝居です、毎日ね、風が強いですね、本当にカラカラの音はいいんやけど、毎日ちょっと風が強いのがね、ここから先どうなんかなという感じしますね。はい、いちごもねこんな感じで、収穫が楽しみなんですが、今日ちょっとね、このいちごをね取ってね、後からちょっと、お話ししてみたいことがありますので、そのいちごの方もね、また、動画で収録をしていますので、ご覧になっていただきたいと思います。ということで、今日もよろしくです。ね、そら豆食べやすいようにね、さっきの動画でこっちから引っ張り出したんだよね、こっちから。でもなんか裏技があって、こっちにね切り目があって、でこっからキュッとほらミューッと出てくる、これなんかこんなテクニックがあったみたい。それ後から動画撮った後言われて、あそうなんやーいう感じ。いつもキンポの場合ね、全部食べてしまってるんやけどね、別にこれしなくてもよかったからって結局食べてるんや。取れたてめっちゃ柔らかいから、嫌いな硬いの嫌いな人はね、これもいいかもわからないけど、キンポンは取れたてで柔らかいから全部食べちゃってます。もうすぐねアナベルが咲く季節がまた近づいてきる、で、ここね、いちごの露地いちごのところ、こんな感じでねいちごが、できていっています。こういうやつね、はい、こういうやつね、毎日ね、こうお昼っていうか、一日食生活ってこういうのをね取っても食べてるんです。赤くねなってしまったらね、やっぱり取り合いなんですよ。板植えてたらちょっとマシなんだけどね、こんな感じで、こんな感じでやっぱりねお日様に当たってるところが結構先に赤く、なっていきます。こんな感じですね。これをね収穫をして、よいしょ、収穫をして洗って食べるんですけどね、ちょっと気がついたことを今日ちょっとまたご報告しようかなと思ってます。これまあ日の光に当たった部分から赤くなって反対が白いでしょう。で、これこの前からちょっと気がついて、これね酸っぱいと思われるでしょ、甘いんですよ、ちょっと食べてみますね、感じ、結構中白いけどね、
甘いんです。はい、こんな感じでね、収穫できてます。はい、こんな感じですね。露地いちご、もうほったらかし、ほったらかしやけど、毎日ね、こうやってもうあの雨降ったりしたら、この前から雨降ったのも腐っていったりするんですけどね、あの結構ね取れます。で、あの横にねのけて捨ててるやつ、こんな感じです。ここまでね赤くなったらね、わあ美味しそうと思うでしょ。反対向けたらだらけみたいな、ちょっとねもうそれはあんまり思わへんようにね、していっています。もうこれあの近くに向かうとのけてね、のけてってあのよそにやってっていうことね。薄いエンド、グリーンピースを作ってる下に、露地いちごを置いてて、でこの薄いエンドの収穫が終わったら、里芋、今、樽植えでやってますけど、こんな風にね両サイドにこうキュッとこんな感じになってきたら、ちょうどエンドになってるっていう、グリーンピースになってるっていう感じね。だからもうこれ取り時に、なってきていると思います。はい、そんな感じでね、まあこれはヘビイチゴなんですが、それはもう食べません。はい、という感じでね、またもうすぐしたら玉ねぎも収穫時期になってきます。レタスはね毎日、食べてきています。食べてきていますって、食べていますで、じゃがいもの花がね、咲き出したんで、もうそろそろ、これが終わる頃にはそれまでに、ナスビとか、それから、トマトやね、トマトをここに植えていくようにしたいと思っています。はい、で毎日風が強いんやけど、まあ、こっちはね、あの食事をするときに、これちょっと変形タイプなんですけど、ブラーンと、ブラーンとね、垂れ下がったやつを取って食べる。こっちは、綺麗と思う。これもね、ちっちゃいイチゴをね、摘心していく方がいいんやろうけど、もうあの全部ほたらかしで、こんな感じで、イチゴが、ついています。毎日ね、少しずつ食べるようにしています。ここにもね、こんな感じで。はい。これね、取れたてイチゴって言って、結局、3分の1は食べられるから。で、早めにね、シロップの取るじゃないですか。で、いつも分かってもらえへんのは、赤いやつが甘いって思われるでしょ。で、白いやつも本当甘いとかって言って、ほんまなって思うんですけど、ちょっと気がついたことがあるんですね。で、これね、赤じゃないですか。甘い。確かに中も甘い。で、これって、白いでしょ？でも甘いから取ってるんやけど、表面ってダンゴムシさんとか、ほら、アリさんとかが来るんやんね。赤かったら。でもこっち来おへん。でも早めに取って赤く売らそうっていう魂胆、こういう魂胆じゃない。こんな感じ。真ん中が、あ、ちょっとピントが合わない。こんな感じかな。真ん中が赤いから、合わない。まあいいわ、こんな感じです、真ん中が赤いから甘いんですよ。だからこれもっと白いのも取ってみたんやけど、これもねちょっと見てね、赤い、甘いよ。合うかな。合うた。こんな感じ。赤いよ、中赤い、でね、自然農でやっててもいちごが美味しく食べられるっていうことを聴者のね方に分かってほしくで、この動画を一応撮ってみました。ちょっとね、ひっつけるかも分からへんけど、これこんなんばっかり食べてほんまに甘いのって思われるかも分からへんけど、実は甘かったみたいな。でも甘いね、中心ピンクになってるだけではい、こんな感じです。はい、ということでね、こんな感じなんですよね、いつも収穫してるのにね。で、赤いのは赤いのでそのまま食べたりするんですが、こうやってね、赤いのってね、どうしてもね、ダンゴムシさん、アリさん、ナメクジさんがね、ほじほじしにくるんです。やっぱり、表面が赤くなっていくと、香りが放たれます。と思う。マスって決めてない。青いのって匂いないけど、根本的にね、食べたらね、甘いですよ。で、普通は、赤いやつね、よいしょ。切ったらどうなって、一つ一つ切ってみようかな。こう。チョキンと。よいしょ。で、チョキンと。よいしょ。で、チョキンと。
よいしょ。続いてもう一つチョキンと、よいしょ。で続いて一番最後この小ぶりのやつも見てもらおうかな、よいしょっていう感じで切ってみました。ほんならね、あの中見てみたら外側赤いで、次のやつが、これちょっとあの半分あの土に潜ってたやつやな、こんな感じになってるね。半分包丁で切って食べるけどね。はい、こんな感じです。だいたいねこういう切断したらこんな感じになります。白いところ、白いけど中、白いけど中赤くなりかけてるっていう感じです。はい、そういう感じです。で一番こっち側のちっちゃいやつでも、はい、こんな感じですね。でさっき言いましたようにね、奴隷で見てもらおうかな。今度これ縦切りじゃなくて今度横切りで、見たら、はい、こんな感じですね。はい、はい、中心からね赤くなっていくんだなっていうのが今回根本的に分かったこと。よいしょ、こんな感じです。中心からね赤が広がっていく。だから外側の味よりも中から糖度が増していっているかなっていうね感じがしてるんで、結局ね、はい、こんな感じです。結局ね白くても食べられるぐらいの甘さになってます。だからまあ最終的に赤くなってるのが本当は美味しいと思うんですけど、でもね白くても食べてるっていう理由分かっていただけたら、嬉しいです。そんな感じです。本当はね本当は赤くなってないんだけど、中が甘く色づいてきているからこんな感じでも美味しくいただいています。はい、そんなところです。よっこいしょ。はい、ちょっと違うな、カメラの位置がちょっと沈んでる。これさっき説明したここでプラーンと取って食べるやつね。でここにあって、落ちる、ね、上にもいっぱいあって、向こうこっちが向こう側に行った路地いちごの方、こっちがブラーンとぶら下げてる方だね、ハンギングになってる方で、明日が雨なんで、でも雨じゃなくてもね、もう晴れてる日に早いうちに取ってます。無地さんにもねあげてるんやけど、自分も食べたいしね、家庭菜園やから、だからちょうどこれぐらいがね根本的には取り頃なんです。でこういう白いのもねちょっと早めに取ったりしてるんですけれども、それでもねちょっとね色づき、種がやっぱり大きいね、路地いちごほったらかし、まあこんな感じなんですけど、でもね甘い、こういうとこヘタはアリさんとかが食べてくれるんだけど、まあこれぐらいの、こんな感じ、おいしい。これやったらまだ硬いんやけど、硬いけどね食べられへんことはない。これ取った時すぐ食べんでもいいやんね、ちょっと置いといてね、したら大丈夫。ほんなら徐々にね色がついて、これただっていうか、ランナーでってやってるやつやから買ってないんよ。だからねもう根本的にはそれでええと思う。もうそんなんでええと思うと思う。今日は30の納豆から、もういつも超赤いパンツ、いちごに合わせてこんな感じでね、だからほんまはこれをこう座って食事しようときにねちぎって、前に言ったように美味しい冷蔵庫で冷やさんでも、全然美味しい、はい、ということでね、今日のところはいちごの見分け方とか、皆さんいろいろこう詳しい方、そんな詳しくない、もう自然の暮らし的なご紹介なんでね、金本流です全く、ということで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。明日からね雨が降るみたいから、もうちょっと撮ってしまおうかなと思ってますけどね、はい、いつも最後までご視聴いただきましてありがとうございます。ほんならね、またチャンネル登録お願いします、チャンネル登録お願いします、チャンネル登録お願いします。ここは撮ったけど、ここでもイチゴがあるから、なんか食べるのなんか楽しいね。いろいろ豆腐ステーキと、これはスパゲッティ、
スパゲッティかな、冷麺冷麺やった。で、これが、レタスサラダ、じゃあサラダレタスやな、50円の種のやつ、もうこれも終わりかな、もうエンド。それから、これはスペアリブと卵、うん、ということで、はい、ちょっとおまけ動画